何してんだ。なんだこれは。おい、それじゃお宅のご主人と話をするからね。あんたが変なことやってたからだ。あれはなんだ、処分したのか。ちゃんと掃除しますから、ここだけの話にしてくださいませんか。掃除すりゃいいってもんじゃないでしょ。公然わいせつって言うんだよ、奥さんがやったことは。普通ならば警察に通報しなくちゃいかん。待ってください、もう二度としませんから。管理人さんお願いします、許してください。私もこの会社を守る仕事してんだから、正直にやらないといけないんだよ。待って待って、カレー水が、待って。何するんだ。お願いします、許してください。いい加減にしてください。お願いします。 あんたも旦那がいるんでしょ。何する。いい加減にしてください。誰かに見られたらどうすんだ。今日は部長の誘いがあるかもな。ご飯は作らなくていいわね。週はね、また雨が降るそうですよ。あ、また雨ですか。雨がね。じゃあ失礼します。いってらっしゃい。奥さん、ちょっとお話があるんですが。何ですか。もう終わったはずですけど。もうその話はしませんよ。ちょっと相談したくて伺っただけです。わかりました、どうぞ。
失礼します。何やってるんですか。ちょっと、また喋ってくれ。何言ってるの。妻に先立たれて10年も我慢しとった。もうちょっと。あんたにしゃぶられてこんなに興奮したのは久しぶりだ。手伝ってくれんか。困るわよ。何言ってんの。元はといえばあんたの責任だぞ。あんたからあんなことしといてさっさと引き上げてもらっては困る。ちゃんと責任を果たせ。管理人がこんなことしていいと思ってるの。あんたこそ。からうち来て。